ようございます。やばい、ほんとめっちゃぐっすり寝ました。あ、お腹大丈夫です。で、ちょっと朝ごはん途中なので食べていいですか？ありがとうございます。私めっちゃメロンパン好きで、本当に美味しい。アバター見えます。大丈夫。うん、確かにいろんなのある。若干噛んだんだけど、7時半、7時半までです。美味しかった、うめかった。
か最近めっちゃ使うんだよね。うめかったって。別に誰の影響でもない。本当にね、私がね考えたっていうか突然出た言葉。飲み物飲まないの？私ね、朝はね飲み物飲まないタイプ。小学校の時は毎日お父さんに牛乳を用意されてたんですけど、もうそれが嫌になって飲まなくなりました。私は新潟を大事にしているから、方言を使う。新潟ラブ。方言っていいよね。それな。なんかね、でよくなんか都会に住みたいっていう人結構いるけど、私は別に、なんか小さい頃は思ってたけど、だけど今思ったら別にって思うんですけど、別に都会じゃなくても。だから思わない、私は東京に住みたいと。まあいろんなものあるから楽しそうではあるけどさ。だってさ、お母さんたちと離れて暮らすんですよ。めっちゃ離れてるじゃん。そんな無理で。なんかあった時すぐ行けないじゃん。親離れなんか何回もしてるわ。何？今はいるけどさ。私一人の時とか結構よくある。え、なんて言うの？え？お留守番？じゃあ何回も経験してるんじゃん。
手疲れた。これはストレートしなくて。ダメ。じゃあ頑張る。そんな顔しないで、変な顔とか。あたたちのせいだから。あいつも。それといていつもスクショされるでしょ。どう思った顔キモいでしょ。やめな、やめたいけど、まあそういう顔を させるお姉ちゃんが悪いから。開いてないし。開いてるよ。別にいいじゃん。見せなくていいもん。やだ、うん、っていうかあんまり開けてるしかないんだけど。写真、あの変顔してる写真とか言えばいいじゃん。言うわ。あげる時の注意事項をお伝えします。注意事項、事項注意事項ってなんだよ。注意事項、注意点か、注意事項にしよう。注意事項、注意事項、注意事項と、別に写真をあげるのはいいんですけど、私も嬉しいからいいんだけど、あの変顔っていうか、なんか変な顔してる写真もあげないでほしくて。どうする、つってた。何をやってんの。鼻が。はい、あのお願いします。だから黒かったか、すごい顔かな。え、ねえ、気をつけて。自分で気をつけてるって、あれ気をつけてる。そんなにすぎ、もっと可愛いかもしな。アイドルなんだからさ。ね、一応。一応ってなんだ。あるよ。もうあの半目の写真とか絶対にあげないでくださいね。ブッピヨンだよ。なんか最近になって気になりだした。半目ってどんな感じ。え、普通にこんな感じ。やばい、結構多い。半目、ルスさん黙って。あんたは、はい、あの配信に関係ないんだから。え、別に前は平気でもなかったけど。ちょっと最近になって。お姉ちゃんは映らないので、ハメもどうもこうもありませんね。何の話。お姉ちゃんのハメは大丈夫ですか。
クショタイム。キモ。ちょっと髪にしたよ。姉ちゃん、うん、わお、まあいいや、あとでいいよ。あ、固定コメント外カメにするようにする。やだ、やなんか、まあ外カメにするよって脅しても意味ないんだけどね。だって映さないもん。パパ絶対やんないもん。パパしっかりやって。今音取ったの。人参はあるけど。見なくなる。そうか、そうか。自分で作ってそりゃスクショする。スクショしたくなるでしょ。そういうなんか弱っちい顔して。まあ表情管理が豊かだからしょうがないんだよ。管理できてないじゃん。だけどこういう今の顔とかはあげないでね。自分でやったけど今はすぐそういう顔になっちゃう。クセになっちゃった。だってママ怒るときママもいそうやかもしてる。怒られてて必ず耳塞ぐから。だってうるせえんだもん怒るとき。あ、そういう感じだ。撮ったんかい。やだん。いや、撮るのは自由にしてあげな。まあいい、それはいいんですけども。あげなければいいんでしょ。だけどフォルダーに私の変顔があるんでしょ。いや、変顔だと思ってるの。変顔だよ。ちょっと待って。鏡でも、うん、詰まってる。だから我慢して。我慢して。そういうとこ。鏡でうんってして。映ってるでしょ。え、やっぱやばじゃん。だから外カメにするよ。なんでここ外カメも何もできないから。なあ、すっきりすっきりすっきり。よし、無理やり引っ張らないでください。無理やりじゃない。無理やり。静かにして。静かにしてよ。高速アイロン。そう、ミュートにしないでね。いや、あんたもかい。あんたもかいな。釣られてね、お母さんだって。はまずいやろ。
メロンパンの時すればよかった。メロンパン髪のワークならできる。今日は全座どっちの髪型かな。最近サイドポニーしてなかったからサイドポニーしようかなって思ってる。曲によって変えたいんじゃない。いやそうなんだけどさ、だってさ、やばい曲名言いそうになったからやめてよ。うん、やばい。するもんね。は？ツインテールは候補にないのでできません。急にツインテール出てない。優しく言ったよ。ツインテールは候補にないのでしません。そんな綺麗な感じで言ってないし。だって私だって自由で髪型したいんだもん。昇格する。ラララブロいいのその顔ね、やめて。口パパみたい。なんでパパみたいって言うの。見る。見なくていい。そのでもいいの本当に嫌だ。見ないからね。見せないで。何笑ってんの。嫌がるから。嫌がってんの決まってんじゃん。だってパパがそういう顔するじゃん。口しないよ。ポチャマみたいな。あっちアイロンしてるからめっちゃ熱い。温度下げる。エアコンつけてんの。全然感じない。よっこ。よっこ。すっげえ。朝からラーメン。ごっつりいきますね。すごい。朝にラーメン食べたことない。っていうかほとんど食べたことない。朝に。なんで？ん？コメント。頑張って。誰に言ってるか分かんないし。頑張って。間に合わせてねっていうのおかしいじゃん。間に合うといいね。あに、あ、間に合うといいね。可愛くて。やだ。アイドル。可愛くて。バスセンターズカレー？朝から食べる。マジか。カレーも朝から食べたことないか。いや、あるかもしれない。あるでしょ。仕事行ってらっしゃい。え、めっちゃ多くない？お仕事。メニーメニーじゃん。そうじゃん。言わなきゃ。
仕事頑張ってください皆様。こまちお誕生日おめでとう。わあありがとうございます。なんか言う嫌だ、もう嫌い。鼻うがいする、ほら誕生日なのはい、いや合ってるよね。大竹こまちゃんが、大竹こまちゃんのお誕生日でーす。なんかかわいそうな気もするけどいい名前って感じもする。鼻かゆい、かわいいよね。鼻か、だけどつなげて読むのはちょっとかわいそう。鼻かゆいさん、漢字まで作っちゃった。いや絶対かけるとこ違うでしょ仲いい、絶対違う、長すぎ。ほらほらほら、青いゆいさんもいます。ね、そうだよね、そうだよね。え、いるけど、いないっけ。いたよね。自分がそういう女優になったらそういう名前をつけたいねって話してたじゃん。うん、そういう名前にしたい。え、てかもう時間じゃん。そうだ、13位ポラさんありがとうございます。12位お金持ち先生さんありがとうございます。11位イチオルさんありがとうございます。10位経理担当さんありがとうございます。9位武蔵さんありがとうございます。8位五代優作さんありがとうございます。7位村上さとしさんありがとうございます。6位もこちゃさんありがとうございます。5位ともさんありがとうございます。4位じいさんありがとうございます。3位 MS さんありがとうございます。2位埼玉のカタツムリさんありがとうございます。そして1位メガネさんありがとうございますほら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 ねえ見せないでこっち見てきたじゃん。はい、前座なので頑張ります。今日の夜はしません、だから今日の朝にしました。みんな来てくれたね。だって時間入れたもん。そうだけど明日ってなんかある、ありますね。夜か。
夜します。へこんできたね。え、へこんできたね。へこんできた。あ、これ、うん、まあ確かに。よっこ、じゃあバイバイ、ありがとうございました。前座よろしくお願いします。なんで夜卓球する？明日のか。バイバーイ。頑張れ。頑張る。